前回のカズクラ、水路を作ったカズさんだけど、また視聴者さんからいっぱいアドバイスがやってきた。なるほど、他のお客様が来た時ように光で道しるべを作ったり、さらには船着き場まで作ってみた。そして本日カズクラ、少し裏クラしました。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。裏クラと言ったら何ですか皆さん。せーの、何も聞こえないな。もう一回いくぞ。せーの、カズクラだよ、裏クラと言ったら。まだ裏クラの意味分かってない方もいっぱいいらっしゃると思うけど、まあ、裏作業でございますね、裏作業。ほんで、こっちの方だ。ちょっと裏作業の方で、ほら、見て。ちょっと脇潰し、広がったでしょ、これで。これでゾンビがね、もう湧かなくなってきた、少し。さらには、ちょっと砂。まだ海が見当たらねえからな、あんまり。砂少なかったから、ちょっと、今回のネタ用に、いっぱい買っておきました。ちょっと戻りますか、あちらの世界に。船着き場。船着き場から、よいしょ。わー、最高ですね、やっぱり。またね、途中の標識というか、なんかライト。わ、またね、往復するたびにちょこちょこ増やしていこうか。ここら辺も全体的にね、湧き潰しできるといいんだけどね、本来は。な、ちょっとあっちの方まで戻ってくよ。どうだどうだ。ここちょっと狭いから、そうだ、ここら辺拡張工事しようって言ってたんだ。やっちゃうよ。幸いなことにスコップだけはめちゃめちゃ持ってきてたからさ、拡張しちゃおうか、これ。やっぱ何でもね、余裕はね、持っておきたいかもしんないな。コラボする人全員が全員ね、うまいってわけではないからな。カズクラ下手っていう声がいっぱい聞こえてきそうな、気のせいか。あ、ほんでね、実は先日っていうか、ウーム忘年会があったんですけど、実はそこでですね、ちょっとコラボの約束してきました。まさかの方ですよ。うん。いや、その界隈では、ある意味、カズクラとの二強、ではあるんですけども、まさかの方と、年末ぐらいね、コラボする可能性ができました。ちょ、ゲストとして、この世界に呼びたいなと思います。うわー、際どいの作ってくれるかな。あの人ね、長時間のいつも録画とかするからね、30分ぐらいでギリギリのやつ作ってもらおうかと思っております。さあ、っていうか、やばいやばいな、真っ暗になりやがった。帰るか。あー、でもこういう時こそだよな。まだここはさすがに拡張しねえか。はいはい、こういうことだな。はいはい、怖い。この弓矢で総攻撃されたから、やっぱさっさと行こう。これ、ほうほら、ゾンビの声聞こえてきた。ちょっとさっさと村の方行こう。今回大変だから。どんだけ回り道なんだこれ。あ、危ねえ。危ねえ。あぶね。下手くそめ。下手くそめ。あ、でもここら辺ぐらいまで少しやってあるじゃん。やっぱ照明あるだけでだいぶ違うよね。特に夜の風景とかはさ。あー、ほんで、ここは水上があんまりないから、それはそれでやっぱ建築していった方がいいな。そうしよう、そうしよう、今度。水上用にも、なんかライト、照明考えるわ、今度。ほんで、こっちの方か。あ、ここだね。いや、ここぐらいはせめてさ、これやっとかんだかんわ。はい、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 オッケー。よし、成仏させるよ。成仏、成仏、成仏。あっこにもいい装備のやついるんだけどな。あ、スケルトンや3体。あら、まずいな。スケルトン3体さすがにまずい。逃げるぞ。逃げるときもたまには必要だ。よーし、安全安心の村に到着。みんなめっちゃ外にいる。あ、危ないなこれ。みんな危ねえぞ。よいしょ。まあ、寝とけ寝とけ、早く。まずいって。よいしょ。はーい、よく。待って待って待って、いるいるいる。あ、しかも強いやつが来てる。これだから帽子かぶってると燃えないんだよこいつら。よいしょ。もし丈夫ぞ、OK。もうみんな大丈夫か？よしよしよし、大丈夫だな。あ、んなら、早速、今日やるのが、アップデで使えなくなるかもしれない落下式のトラップ。もうそれやろうと思って、ガラスいっぱいね、買ってきたんですよ。いや、うまいことできるといいんだけどね。よーし、な、早速準備作業かかるか。あ、ほんでいつもみんな、米ありがとう。これはお母さんからですね、クロウ -B さん、アンダーバー B さんが、小一の息子がカズクラを見ると眠くなると、どこからか聞いてきたらしく、僕寝るときカズクラ見ると言ってきて爆笑してしまった。お母さん、それ、噂ですよ。やっぱね、視聴者さんそうだと思うんですけど、多分、見ながら寝たことはないと思います。一応今回、アンケに入れておこうかな。
アンケ今回入れておくんで、まあ寝たことある人ない人、あのどっちか教えてください。面白くしなくていいからね、あの真面目にお願いいたします。さーて、どんな結果になってんだろう。まあそんでそんで、それじゃない、本日は落下式のトラップタワーだよな。ちょっと待って、何マスあればいいんだろう。オーケー、わかった。いやー、ググればいくらでも出てくるな。経験値トラップタワーにしよっか、せっかくだから。これでレベルザクザクだよ。今一番多いブロックってなんだろう。やっぱ丸石ブロックかな。待って、丸石ブロックとガラスもこんないらねえわ、今よく考えたら。丸石ブロックだ、これさえあればなんとかなるわ。あと今回特に必要なのが看板だよね、多分。よいしょ、これでオッケー牧場だと思うな。作れるぞ。あとなんだかんだで大量のね、あのバケツも必要になるかもしれない。オッケー、こんだけあったらいける。さあ、ではね、経験値トラップいきますか。早速船で近づくか、せっかくだから。あ、経験値トラップのところにも船でなんか行けるようになるといいな、これ。どっかここら辺ったらここら辺だもんな。はい、場所どこだっけ。あったあったあった、ここだ。今はね、こんな感じでね、まあ、トラップのところ出来上がってきてるんですけども、これできるな、うまいこと。今はね、ここでアインアインやられてるパティーンのやつですよね。ただね、これうまいことやればいけるんすよ。待って、今考えてるから。そっか、高さなんてどうでもいいから。あんな、決めた決めた、できるだけ省エネでいこう。ここだな、オッケーオッケー。今から作っていこうと思います。まずは掘削作業からだな。ちょっと経験値トラップのところに行きやすいように、あの掘削作業を行う。オッケー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 。今から作るのがあれなんだけど、ここら辺で作ろうかな、せっかくだから。で、これ分かりやすく言うと、どういうことなんだろう。待ってね、今考えてるから。一段下がって、なるほど。こういう感じになるのかな。あ、多分こんなやってるわ。こっから22マスだって、多分。いくよ。1マス、2マス、3マス、4マス、5マス、6マス、7マス、8マス、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。21、22。こういうことだな。まあ、とりあえず高さを揃えようか。こっから落下して、お、すげえ。ダメージ量がえげつない。あ、ばばばば、ちょっと待って待って。狙われてる、狙われてる。ちょ、一旦寝よう。一旦寝ましょう、これ。よいしょ。よく寝た。さあ、では頑張るぞ。あ、ほんでその間にもうみんなの米も読んでいくぞ。あー、これカズクラシーズン2から見てる人っていうか、 なんだろうこれ、あのなんか画像加工で変になっちゃってる俺。なんか真ん中くぼんでんな。まあ、いいか。シーズン1から見てる方ってリピーターですね。つまり 94% だって。ほんで2から見てる人も 5% いる。まあ、これは嬉しいわ。ありがとうね、みんな。いや、もうね、もう濃くいくからね。もうただの恋、恋で出てくるようになるんじゃないかな、検索結果ね。何の話してんだろう。まあ、とりあえず、今回のトラップタワーのあれだよね。任せなさい、任せなさい。どういう風に落とそっかな。こっち側に落とそっかな。こっちに落とすようなシステムで考えるわ。今考えてんのがね、念のため確認しよう、もう一回。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22。 OK。 あ、ほんで今裏技するわ。タイミングよく水をバシャってするとノーダメージだから、高いとこでも。いくぞ。成功。どうしような、ここら辺から重要になってくるからな、これ。ブロックこっからスタートだ。うまくいくといいんだけどな。あ、ちょっと余計なブロック預け、めっちゃ溜まってるわ。余計なブロックもうちょっと預けておこう、これ。いっぱい水がね、必要になるからさ、できるだけいろいろ持てるようにしといた方がいい。よし、な、水もパンパンに拾っておこう。もうみんなわかるよな、何か。確かこれで成功するはずなんだ。これ実はね、あのここからビヨーンと流れてくるような感じにしていく予定なんだけど、ここからスタートしてる。看板を置いて、あ、このガラスもちょっと設置しないといけないな。ガラスもちょっと設置しとくか。オッケー。でタイミングよく、うまい。な、早速いきますか。いや、これ何するのかというとね、ここに水を溜めると、これ不思議なことで、ちょっと待って、ほら、せき止められんのよ。なんか下に何かがあると水ってさ。いや、これほんと不思議だよね。隙間だらけなのにさ、せき止められるって。これが次のアップデートで使えなくなる可能性があるみたい。そこだけが心配だな。これすんげえ便利なんだけどね。まあ、ある意味裏技だったら裏技だけど。で、これをね、ちょっと繰り返し、あの置いていくんですよ。これ繰り返しバシャバシャって、こんな風にするとさ、これゾンビさんたちってこう
こう。水の中をさ、いい感じに登っていくみたい。だから簡単に上にね、持ち上げることができるんですよ、これで。ちょっとこの調子で頑張って上の方行きますか。えい。あー、いや、間違えた。これ一個間違えると大変なことになるからね。マジ気をつけて。次が看板。お水、看板、あ、オッケー、できたわ。でこっちに流すような感じにするか。うん、それがいいね。ほんで燃え、ゾンちゃんたちが燃えちゃうから、で上にゾンビを沸かせないためにもハーフブロックでも敷き詰めとくか。こういうことだよね、多分。で最短ここでもいけんのかな。ちょ待って、多分いけそうな気がする。さらにここに看板を仕掛けて、ちょっと様子見るよ。お水をピッてやると、多分、こんで OK だわ。ちょっとぐらいここに照明置いとくか。照明をね。ちょっと待ってね。こっちせっかくだからガラスにしておこう。うん、多分 OK。よいしょ。で、ここもわかりやすくガラスちょっと仕掛けとくか。うん、ここに落ちてくるような感じになってくると思うんだ、これ。こんでいいんじゃないですか。あとこっちもやつは、こっちもちゃんと丸石で綺麗に囲っておきたいな、後ろもね。よしよしよし、あと一泊できるぞ、これ。任せなさい。よいしょ、あ、ぽい。あー、よく寝たー。じゃない、ぽい。よく寝たー。じゃねえ、もうエンチャレベル19とか20ぐらいまであったのに、今成仏しちゃったよ、もう。あ、でも結構立派なのできてるじゃん。わー、成功しねかった、最後。まあ、難しいは難しいんすよ。やべ、危ねえやついる。よいしょよいしょよいしょ。よーし、な、気合い入れていきましょう。やっぱ綺麗に統一ということで、ここも丸石でしょ、やっぱり。ケ牧場でございます。できました。だいたい沈没成功させる。よっしゃ、オッケー。これ上まで上がってきて下に下ってくるというシステムでございますね。ここも見せたいな。そうだね、ここもちょっとみんなに見せようか、この落下するシステムとか。あ、ほんで大切なこと忘れたな。それちょっと欲しいんだ、ホッパー。ちょっと待ってね。てか、うまくいくかどうかのチェックもしないといけないな。大丈夫なのかな。ここ壊してこうか、パリーンってして、で、ここ閉じる、ここ閉じる、オッケーオッケー。あー、登っていったの、登ってるの、登って、来て、どうよ、登ってる、めっちゃ登ってる。ほんで、あいつは鎧やるからか。これが効いてるかもしんないな。ちょっと待って、待って、ただのキラーマシンの出来上がりになってる。ハーフブロック1個分ぐらい必要だったっけ。ちょっと待って、もう行きますか。あ、行ってらっしゃい、行ってらっしゃい、行ってらっしゃいますめっちゃ行ってるわ、めっちゃ登ってってるわ、これ。すごい光景だ。あ、まだ行ける。あ、一撃で行くようになった。あら、難しいな。あ、あ、そっか、高さのなんかビヨンビヨンって飛んだ時の高さの位置関係ですごい繊細になってんだ、これ。ハーフブロック下に敷いといた方がいいのかな、これ。そうだわ、こっちの方がアベレージ、これでも行ってる。いや、難しいな。まあでも、こんぐらいがまあギリギリのラインかな。倒せて経験値ゲットできればいいわぐらいの。もう一回だけ行ってみよう。アウトー。ちょっと、最後の設置だけしよう、これ。あ、これ回収されちゃったのかな。オッケー。で、あとは、やっぱ ここ開くとまずいか、今。大丈夫かな。ここにチェスト置いて、ほんでシフトをしながら、ホッパー置けば、今でも回収システムも、完成でございます。で、ああ、入ってきた。あ、子供ゾンビは無理な感じだったんだね、今回のやつ。おい、そっか、2段目からこれやらないといけなかったのか。いや、またいろいろ考えますわ。はい、とまあね、本日こんな感じで終わりたいなと思います。まあ、ある意味、まあ、ちょっとした経験値タワー、ね、トラップタワーは出来上がりました。まあ、ちょっと不完全たら不完全だけどね。いや、奥が深いね。ただね、これアップデートで使えなくなる可能性あるから、もし作るのは今のうちでございますよ。来年アップであるって言われてるから、もしよかったら皆さんも作ってみてください。それではまた明日ね、お会いしましょう。バイバイ、バイバイキン。